ドリントルってそんなにひどいところですの？いきなり連れて行かれた時はびっくりしたけどね。母さん、カイン様、助けてください。どうしたの瀬戸？角がついてるってことはこの方が魔王様ですの？魔王ですのになんかボロボロですわね。カイン様、うちの妻に浮気がバレて城を追い出されてきました。それで僕のところに来たの？あなた、こんなところにいたの？あ、ベファーネ、こんなことをしたらご迷惑だということがわかりませんか？はじめまして、ベファーネ・ヴァンダルシュタインと申します。うちの夫が申し訳ございません。綺麗、かっこいい。はじめまして、カイン・フォン・シルフォード・ドリントルです。カイン様、事情は夫からお聞きかと思いますので単刀直入に申します。男としてどう思われますか？言語道断ですね。え、当たり前です。こんな絶世の美女がいるのに他の女性を意識するなんて。あら、絶世の美女だなんて。結婚するまでは優しい娘だったのに。カイン様も気をつけた方がいいですよ。女性は結婚すると変わるんです。生徒様、浮気しといてその言い方はないんじゃないですか？そういうあなたこそ、結婚するまでは散々甘い言葉をかけたのではないのですか？そうよ、どうせお前しか見えないとか一生大事にするとか、結婚の約束をした以上裏切りは許しませんよ。なんだろうこの感じ、僕が悪いわけじゃないのに。なんと胸のすく、私の言いたいことを全て言ってくださいましたわ。カイン様も、もしこの子たちを泣かせるようなことがあれば。分かっていますよね？はい。それではあなた帰りますわよ。え、いいの？今回だけです、皆様が見ていますので。ではごきげんよう。またいらしてくださいね。今度はちゃんとお茶にご招待しますわ。カイン様もやりすぎないようにね。Nothing left.